こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品を出品しても売れ残ります。再出品で売れるやり方のコツを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生から質問が来ましたので、お答えさせていただきます。まず、同じ商品を出している ライバルセラーよりも10円でも安く出品してください。極端に安くする必要はないです。それと写真です。スマホは iPhone を必ず利用してください。これだけで写真は綺麗に撮れます。あとは画像確保アプリですね。これをうまく活用してください。メルカリの特徴として 値下げをすると一番上に出品されるシステムとなってます。その利点をうまく活用してください。夜9時から朝1時までは非常に狙い目の時間帯になります。あと、人気の商品は多少高くても売れます。メルカリの出品の出品 ピ品で高く売れるポイントとしては多数ではなくて一人の人に高く売ることを考えて売ってくださいそうしますと商品が高く売れますぜひ試してみてください LINE 登録お願いします LINE 登録していただきますと30分無料コンサル10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントしますなぜ10万円稼げるかを詳細に記載していますぜひ楽しみにしてください 投資際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。